マイリー・スチュワートはアメリカのテレビドラマシークレットアイドルハンラモントナに登場する架空の人物。演じているのはマイリー・サイラス。日本語吹き替えは白石良子。彼女はアメリカで話題沸騰中の歌手であるが、その正体はテネシー州出身、カリフォルニア州の中学校に通うごく普通の少女マイリー・スチュワート。 自分が歌手であるということが知られると、周囲の人間の見る目や態度が変わってしまうと思い、家族以外にはその正体を隠している。しかし、第一話から楽屋に忍び込まれたことが理由で、友人であるリリーとオリバーにはその正体が暴れてしまい、それ以降は彼女の秘密を守るために協力し合っている。普段は外見から正体がわからないようにするため、 ハンナとして出るときは金色で長髪のカツラを着用している。何それ。嘘でしょ。というフレーズをよく口にする。マイリー・スチュワートは1992年11月23日、テネシー州、クローリー・コーナーズという架空の町で生まれた。家族は、父親ロビー、母親スーザン、そして兄のジャクソン。また多くの親戚がおり、おばあちゃんのルーシー、アールおじさん。 パールおばさんといとこのルアンがいる。親戚は皆、田舎者のような性格だ。さらに、ペットの豚のルアンとハムスターのレスリーがいた。ありがとうございます。